最近ちょっとやってらっしゃる方少ないかなと思うんですけど、ハーモニカってあの吹くだけじゃなくて吸う音もあって結構大変なんですよね。ただあの今ちょっと母もあの右半身うずになってしまってますけれども、片手でも吹けますので、あの息が長くあのできる楽器の一つかなって思っています。あのもし機会がありましたらぜひ皆さんもちょっと挑戦してみてください。それでは演奏の方に入らせていただきます。いつもだと
って言ったり、まあ、ピアノでちょこっと弾いてあげたりするだけでどんどんこう蘇ってきて、それがすごいなっていつも思っています。じゃあ、今度、アニーロージを弾きたいと思います。アニーロージは私フルート弾きますけど、フルートは譜面見ないと弾けないので、どうぞよかったら歌ってください。先に私